私の親父は一体何を送りつけてきたんだ。ダメよ、ダメよ、これは事故なのよ。何やったの？なんでパクられた？無実よ。何なのよこれは。この監視どもが見えていないのか。糸の塊。私の心に反応して心の力で動かせる。これで自分を守れってことか。あのペンダントの意味は。何にでも名前はあるって言ったわよね。私も名前をつけるわ。ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。やれやれだわ。会わなくては。ジョリン、九条ジョリンに。私手のひらに怪我をして。あなたが目覚めたその力、それはね、スタンド能力。ちょっと私だってば。楽しいねここ。湿地帯と違ってさ。そうか。あんたがスタンド使いと分かった以上、私は手加減しない。オラ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 。めんどくせえ。ジョリン、私はあんたを守りたい。これが私のスタンド。よっしゃー。ジョリン気をつけろ。敵はあの3人の中に紛れ込んでいる。今そいつを叩く。ジョリン来るジョリン。うわー。明日の昼あなたに面会人が来る。でも会ってはいけない。親父。離婚した君のお父さんが娘の君が困った時に渡すようにとお母さんに言ったらしい。あいつなんかいるかよ、こんな不吉なもん。母さんに預けておいたペンダントは受け取ったか。お前と知ってたらここには来なかった。ジョリン、よく聞け。うるせえぞ、今さら父親面すんの。やっと助けに来たってわけか。愛情ってわけか。あんたのことはもう心の中にないのにさ。全てはこの男が仕組んだものだ。何のためにだ。お前と俺の血がつながっているからだ。ジョースターの血が。すぐにここから出す。スタンド能力は身についたか。スタープラチナ、ザ・ワールド。俺はここからお前を出すために来た。ジョリー。くそー。グリーンドルフィンストリート刑務所、別名水族館。ここにはいつからか謎と力が生まれていた。とても濁っている謎と力が。15年、私の青春が15年。この世には死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。何なのよこれは。手に入れたらしいな。それがスタンドだ。糸の塊。これは私のエネルギーの形。塊ストーンフリー。あの子は私のこの手を握ったの。彼も行きたいと言っている。ウェザーリポートが彼の名前だ。気づかないふりをするんだ。これで確認できたわけだ。君が動き出したことを知り様子見に来たやつがいるとな。